微細な数理工学の第2回の授業を始めていきます。今日の目標は、全化式を当てられるようになるということです。全化式を解くということを皆さん今までやってきたことがあるかもしれませんけども、その解くということも次回行うんですけども、その前にどういうところで全化式を立てるということが出てくるのかっていうことを、2つの例を使って紹介していきたいと思います。で、1つは組み合わせ構造の数え上げ。で、もう1つはアルゴリズムの計算量です。で、アルゴリズムの計算量の、算定とかですね、そういうものというのは、アルゴリズム論第1とかですね、そういう授業、あるいはプログラミング通論とか、そういう授業の中でもやっているかもしれませんけども、重要なのはですね、この計算量を解析するっていうのは数え上げることになってるわけです。ということなので、この今からやる内容に、すごく沿ってるわけです。沿ってるというか、合ってるわけですね。なので、そういうところの関連も見ていきたいなというふうに思います。はい。それでは、まず、組み合わせ構造の数え上げという話をしていくんですけども、特にですね、この授業ではグラフにおける完全マッチングの数え上げというものを例にして、この話進めていきます。で、これは、ある一つのトピックであるだけであって、例であるだけなので、これだけが組み合わせ構造の数え上げで行われていることではないわけですけども、そういうものの一つの例であると思って理解をしていってください。でですね、そのグラフの例を、話をしていこうと思っているわけなので、一応グラフというのはどういうものなのか、ということを定義していきたいと思います。グラフと言ったら、ですね、向こうグラフというのと、あと、有効グラフとですね、呼ばれる向きがついているグラフというのがあるんですけども、この授業でというか、今日は有効グラフじゃなくて向こうグラフを扱うということになります。で、向こうグラフというのは、この V と E というものを対にしたもの、順番付きですね。だから順序対と言いますけども、この V と E は何かというと、まず V は集合です。何でもいいです。集合です。で、E は何かというと、V の要素数2の部分集合をいくつか集めてきて集合にしたものです。で、それを対にして向こうグラフと呼んでいるということになります。で、今下に例ですね。例がありますけども、この場合は V は1、2、3、4、5という集合ですね。で、E というのは、ここにあるような形で何かというと、この1、2っていうのが、これが V の要素を2つ、つまり1と2ですね、を持ってきて作った要素数2の集合になっているというわけです。で、そういうものが1、5とか、2、3とか、2、4とか、2、5とか、こんな形で集められているというわけです。で、これを今 E としています。この要素数2のですね、部分集合を、すべて集めてきているわけではない。すべて集めてきてもいいんだけども、すべて集めてこなくても良いというのは注意です。いいですか。で、もう一つ注意をするのは、この集合の記号ですね。集合をどのような形で書くのかってことを忘れてしまっている人は、集合の時には、この波括弧ですね。波括弧を使って、その中に要素を並べることで、集合というのを表すことができるんだってことをまた思い出しておいてください。で、そうすると、今この下の方のですね、E の方は、何の集合なのかっていうと、この1、2っていう集合、1号っていう集合、2、3っていう集合などを集めた集合という形になっているわけです。いいですか？とか集合の集合になっているということですね。よろしいでしょうか。で、もう一つ下に注意がありまして、例えばこの2、5っていう集合があったら、これは5、2という集合と同じですということですね。その集合って何だったのかってことを、皆さん思い出してもらうと、これはですね、イメージとしては、箱の中に2っていうものと5っていうものが入ってるっていう状況を2、5というふうに書いていて、これは、入ってるか入っていないかってことだけを気にしてるんですね。だから順番は気にしていないわけです。だから順番気にしていないので、この5、2と書いても同じものを表すんだということになるわけです。はい。で、今後ですね、この授業では、この V として、有限集合だけは使っていきます。ですね、いろんな本や、文献では無限集合である場合、使うことがあるんですけども、この授業では有限集合の場合だけ、特に今日は有限集合の場合だけ使っていきます。でですね、今のように向こうグラフというのは、この V と E の対として、
定義してるんですけども、それをですね、ここに書いてあるような感じの図で表すこともよくあります。で、図はどのように作っているかというと、この V のですね、要素1、2、3、4、5はなんか丸で囲まれていると。まあ、丸じゃなくてもいいんだけども、なんかその区別できるように示されているというわけです。で、E の方はどうなったかっていうと、例えばですね、この2、4という集合があったら、要素数2の集合があったら、それは2を表す図形と4を表す図形を、この線で結ぶことによって表すということにしています。そうすると、ここには線がですね、1、2、3、4、5、6、7個あるんですけども、それはこの1、2、3、4、5、6、7個の集合に対応するということになっています。いいですか？で、まあ、よくですね、このような図示されたもののことをグラフと呼ぶような、まあ、イメージを皆さん持つかもしれませんけども、まあ、グラフの本体としては、この上のように集合で表したものであって、まあ、それを分かりやすく図に表しているだけなんだということには注意をしてください。だから、グラフの本体は、この図ではなくって、この上の、この集合の方なんだということですね。はい。で、今、なんか V とか E とかと言っていたんですけども、これらには名前があります。はい。この V の要素のことを頂点と言います。で、V 自体のことは頂点集合と言います。で、E の方はですね、辺と呼びます。そして E の要素のことを辺と呼びます。で、E のそのもののことは辺集合と呼びます。はい。で、辺 UV というのがあったら、これはですね、まあその図で言うと、例えば辺25というのは、2という頂点と5という頂点をまあ結んでいるというような言い方もしますけども、その時この 2と5というのはその辺の端点です。端の点、端点であると呼びます。でですね、頂点 V が辺 E の端点であるときには、V は E に接続すると言います。ですかね。まあ、例えば、この5という頂点は25という辺に接続するということですね。まあ、辺が頂点に接続するっていう言い方もします。25という辺は5という頂点に接続します。はい。で、U と V が辺をなすとき、だからその2と5が辺をなすとき、25が辺であるとき、その2と5、頂点 U と V は隣接すると言います。このですね、接続するっていう用語と隣接するという用語は、明確に区別されます。頂点と頂点2の間の関係、これが隣接関係です。で、頂点と辺の間の関係、頂点と辺の間の関係、あるいは辺と頂点の間の関係、これが接続関係です。ので、この2つは間違えずに、区別するようにしてください。この講義の目標の一つに、用語を正しく使うというのもあったはずですので、これも重要な用語の違いになります。注意をしてください。はい。じゃあ、これがグラフの用語になりまして、で、今日はですね、その前に、いろんな図示があるってことを言いました。先ほどとこれ別のグラフですけども、まあ、この一つのグラフに対して、まあ、いろんな図示の方法があります。で、まあ、どのように図示をするかによって、その、まあ、受けるですね、印象は違うかもしれないわけですけども、先ほども言った通り、この図示の方が、このグラフの本体なのではなくって、この上に書いてある、この集合の方がグラフの本体なんだってことは、もう一度強調しておきます。まあ、そうであっても、この書き方が皆さんに、我々に与える、印象っていうのは異なることはありますので、まあ、この描き方自体も重要であるという面もあるんですけども、まあ、その側面はこの講義では追い求めていかないことになります。はい。それで、有効グラフは、まあ、今回扱わないですけども、今日は扱わないですけども、無効グラフにおいては、例えばその頂点のことを接点とかノードとか、まあ、単に点とか呼ぶこともありますし、辺の方は、まあ、向きがついてないので無効辺とかですね、枝とかエッジと、あるいはなんかリンクということもありましたですね。リンク。ということもあるかもしれませんけども、まあ、皆さんはどういう用語、一般的なというか、標準的な用語だったら何使っていただいてもいいですけども、この授業の私の方は、頂点と辺という用語を使っていきます。はい。それで、今日の、メイン、ターゲットとなる対象はですね、この完全マッチングと呼ばれるものです。で、何かというと、まあ、まず無効グラフがあります。で、無効グラフがあったときに、その完全マッチングと、そのグラフの完全マッチングといったら何ですかと言われたら、それはですね、辺部分集合です。だから辺をいくつか集めてきて集合を作ったものです。で、どういうものかっていうと、各頂点に対して、
この頂点 V に対して、その V に接続する、今考えている辺部分集合 M の辺が、ちょうどですね、ただ一つ、ちょうど一つ存在するものです。ちょうど一つ。で今、下の例見てほしいですけど、まずこれ向こうグラフですね。まあ、今、こういう図紙で書いてしまってますけども、この青い辺、4つからなる、辺部分集合、これはこの完全マッチングになります。これ完全マッチングです。なんでかというと、どの頂点を見ても、その頂点に接続する M の辺、青い辺がただ一つ存在するからです。ですか？ただ一つ存在しなくてはなりません。ですかね。先ほどちょっと言いよどんどんってか言い間違えて、たかだか一つって言いそうになりましたけど、たかだか一つではダメです。ちょうど一つ、ただ一つ存在しなくてはいけません。だからちょっと、完全マッチングでない例を作っておく。上げておいた方が良かったです。ちょっとそれをやんなかったからいけないので、ちょっと今から書きますね。頂点で今、こういう風に辺があると。こんな感じですね。で、まあ、上のものは完全マッチングなんですけど、例えば、大丈夫かな？こんな風に書いて。これですね。今、こう、3つ辺を選んで、これで集合を作ったとすると、これは、マッチングではないです。完全マッチングではないです。完全マッチングではないです。なんでかというと、ここら辺に、その青い辺と接続していない頂点があるからですね。はい。で、例えばですね、上の、状況に、なんかここにもう一つ辺を付け加えてしまうと、これも完全マッチングではなくなります。なぜかというと、この右の方の頂点は、青い辺が2つ接続するという形になっているからです。そういうことはあってはいけない。というのが完全マッチングの定義です。はい。ということなので、例えばですね、今これ、このグラフは頂点が8個あるんですけども、頂点8個ある場合には、まあ、この完全マッチングっていうのは、その中で、ペアを、漏れなく、重複なく作ってると思ってください。そうすると、このペアの数っていうのは、今頂点数8なので、もう一度言うと、ペアの数が4になります。ですから、だから頂点数割る2、頂点数の2分の1、このペアを完全マッチングが作っているということになります。でそうすると、頂点の数がですね、奇数であるようなグラフがあったら、そのようなグラフは完全マッチングを持たないということになります。これどう頑張ってもですね、作れない。完全マッチング作れないわけですね。だから、完全マッチングがあるのは、頂点数が偶数である場合に限ります。で一方で、まあ、頂点数が偶数だったら必ず完全マッチングがあるのかと言われると、まあ、実はそうではないんだけども、頂点数が奇数だったらもうそもそもその時点で完全マッチングないってことがわかります。はい。で、今からやっていきたいのは、この中グラフがあったら、その中に完全マッチング、トータルで、全体でいくつあるんでしょうってことを数えたいということを考えます。今ですね、このグラフの場合は、しまった。これですね。このグラフの場合は、まあ、私が数えた限りでは4つある。ちょうど4つ。全体でですね。この4つの完全マッチングは全部異なる完全マッチングで、異なるっていうのはあれですね。集合として異なるという意味です。ですけども、何を言うかっていうと、例えば、この辺ですね。この辺、4つのうち3つの完全マッチングで使われてますけども、そういうふうにその共有される辺があるのは構わないです。けども、その集合として、この完全マッチングとこの完全マッチング違うということですね。で、そういう違う完全マッチングが全部で4つあるということです。で気分としては、この4っていう数字を計算したいってことになります。これがやりたいことですね。でですね、これ割と、難しいというか、大変なんですけども、ですね、そもそもこれなんでそれをしたいのかってことをちょっとお話ししますね。なんで、今言った、申し上げました。やりたいことこれですね。計算したいことです。で、なんでこれやりたいのかっていうと、実はですね、これ統計力学、で、こういう問題がよく出てくるからです。統計力学における二状態モデルというのがありますね。二状態モデル。でも何かというとですね、今ここにですね、こう一個なんかこれ分子が書いてあるんですけども、これ何でしょうと呼ばれて、パッと分かったら、まあ素晴らしいというか、酢酸ですね。酢酸。で、酢酸はですね、まあその、固体であったり、液体だったり、気体だったりという、状態を、まあ、取るわけですけども、これ固体かな？固体の場合にはですね、ちょっと待ってね。これですね。固体の場合にはですね、これ一つの酢酸なんですけども、もう一つの酢酸とですね、ここでその、まあ、なんか分子間結合っていうんですかね。分子間結合をしてですね、このなんか二つの分子で一つの分子のような振る舞いをすると
ということになります。をします。でですね、まあそういうのを、まあ、その、これを、そういうのを二量体って、二量体、ダイマーと言ったりします。で、そうするとですね、何かというと、まあまあ、そのまあ固体になってると思うと、このまあ酢酸はですね、こんな感じで、なんかそのまあ結晶を作ってるとすると、なんか規則正しく配置されてるわけですね。これ一個一個、これ、どれかわかんないな。これ一個一個、これ酢酸だと思って、これ酢酸だと思ってください。で、まあその隣り合っている、その酢酸のどれかと、この、結合して、この二量体を作るってことになるわけですね。で、それは、その、この右に書いてあるようなグラフで完全マッチングが作られている状況と対応するというふうに思うわけです。何かというと、この一つ一つのグラフの頂点が、この元々のこの結晶の酢酸一つに対応するということです。そうすると何かというと、この、まあ、完全マッチングのでき方というのが、この二量体全体としてどのようにできているのかということを、まあ、表現する、モデル化しているということになるわけです。で、先ほど言った通り、この完全マッチングの総数を数えるっていうのは、何を実際表しているのかっていうと、これはですね、この計システムにおいて許される状態が何個ありますかってことを計算することに対応するわけです。で、その計のにおいて許される状態の総数っていうのは、統計力学とか、まあ、皆さん熱力学とかちょっと勉強したことがあるかもしれませんけども、まあ、そういうところでは重要な役割を果たすわけです。そこからそのいわゆる K の分配関数っていうのが計算できて、そこから自由エネルギーだとか、エントロピーだとか、そういうものが計算できるようになるわけです。ということなので、まあ、そういう量というか、完全マッチの総数を、計算することによって、まあ、その統計力学的な振る舞いというの、こういう経度ですね。統計力学的な振る舞いというのが分かるようになるので、まあ、重要な概念だというふうに捉えられています。まあ、物理学はですね、数上げ組み合わせ論の重要な応用分野になってまして、まあ、数上げだけではないんですけども、まあ、組み合わせ論の概念はよくその物理学に応用されています。だからまあ今からやることはそれの一例でもあるというふうに見れます。はい。そう思ってですね、まあ、さっきのようなその結晶っぽいあの話があるので、こういうですね、この格子状のグラフを考えてみましょう。そのまあ、二次元的にそのまあ格子が作られてるんだけども、それが縦に2段しかないような場合ですね。まあちょっと、一般の場合はですね、すごく難しいので、まあ、すごくというか、ちょっと難しいので、ちょっとこの場合、2段の場合からやっていきましょうと。で、段は2段なんだけども、まあ列っていうんですかね。列の数をこの添え字で表しましょうと。そうすると、このグラフ、A1 から今 A5 まで書いてますけども、だからまあ A6 っていうのをもし書こうと思ったら、1、2、3、4、5、6個の列があって、段が2つとか、こういうようなグラフになるわけです。ですかね。で、一般的に AN というのもまあ定義できるわけです。で、それにおける完全マッチング総数っていうのを計算してみましょうということを今からやってみます。まあ、計算するといっても、この AN っていう、計算するのはまあ次回になるんだけども、まずですね、じゃあその計算したい量のことをスモール AN と書くようにしましょう。でですね、まあ、N が小さい場合には、まあ、実際にですね、皆さんこう手で書いて、計算してみるっていうのをやってみるといいんですけども、まあ、私もやってみたと。そうすると、A が1の場合は1。N が1の場合は1。で、N が2の場合は2。N が3の場合は3。N が4の場合は5。N が5の場合は8という感じになっていて、まあ、これは数列を作るわけですね。で、この数列なんだろうってことをちょっと考えたいというわけです。はい。で、まあ、その数列の一般項を見つけたいというふうに思うわけですね。で、そのために全化式を作るってことをやるわけです。で、今ですね、まあ、これ実際皆さん、ちょっと、戻ってきます。これ、まあ、手でやってみようとすると、まあ、その漏れなくですね、やろうと思うと、割とその、まあ、系統だってやる必要があるわけですね。で、系統だってやるのには、どういうふうにやればいいのかっていうのは、まあ、いろんな方法あるかもしれませんけども、例えば、ここにあるような方法でやってみましょうということを考えます。何かというと、今ですね、これ、まあ、英語の場合を考えます。これ、英語ですね。5列ある。5列ある場合ですけども、この左上の頂点に着目しましょう。これですね。左上の頂点に着目しましょう。で、今完全マッチングを考えてますから、この左上の頂点に接続する、この2つの辺のうちのどちらかが完全マッチングの、
青い辺として使われなくちゃいけないわけです。使われなくちゃいけないわけです。で、それがどちらなのかという形で場合分けをしましょう。で、前回やったように、前回か前々回かな、場合分けだったように、場合分けっていうのはですね、足し算で表されるということになりますね。で、じゃあ、この縦の辺、これが使われる場合考えましょう。これ今 A ですね。A の場合。そうすると、何が言えるのかっていうと、今ですね、この左端の頂点2つというのが、このペアになりまして、もう、この2つの頂点は、他のペアに、この頂点、関わらない、ここからですね、右の部分とは何ら関係なく、もうペアができて嬉しいおしまいという形になるわけですね。ということは何かというと、今完全マッチングを残りの部分で見つけなくちゃいけないんだけども、残りの部分っていうのは実は、これは A4 になってるわけです。A4 っていうのは2段で列が4つですね。だから他の辺はこの右側に残った A4 の完全マッチングであって、それに今選んだこの青い辺を付け加えれば全体の完全マッチングが得られますよという形になるわけです。ただし、そのような完全マッチングっていうのは、この縦の辺を選んだ場合の話なわけです。で、もう一つの場合として横の方を選んだ場合も考えなくちゃいけないということになります。で、横の方を選んだ場合、こうですね。そうすると、この二つ、上の二つの頂点はもう他の部分に関係なくなっちゃうわけですね。だから、他の部分っていうのを考えなくちゃいけないんですけども、他の部分を考えたときに、ちょっと気になることがあって、何かというと、右下の頂点に対しては、これも上の辺か、横の辺のどちらかを使わない、使ってペアを作らなくちゃいけないんだけども、もうこれ縦の辺は使えないんですね。なんでかというと、縦の辺を使ってしまうと、この左上の頂点から青い辺が2つ出ている。左上の頂点に青い辺が2つ接続することになってしまうからです。だからそれは許されません。つまり、この下の頂点にとっては、この右の辺しか使うことはできないということになるわけです。完全マッチングにおいては。そうすると、この左側の4つの頂点についてはもうペアが出来上がりました。で、残りはこの右側の部分だけ考えればよいということになります。で、右側の部分の今度の場合は、列が3つあるので、これは A3 になります。いいですか？そうすると何が言えるのかっていうと、このグラフ全体の完全マッチングの総数っていうのは、A の場合から出てくる、完全マッチングの総数。で、それは取りも直さず A4 の完全マッチングの総数に等しくて、それはスモール A4 です。で、それに、この2番目の状況の完全マッチングの総数を足したものになる場合わけだから、足したものになるわけだけども、この2番目の方、B の方というのは A3 の完全マッチングを考えればいいので、その総数は A3 になります。ということで、実際でこれで A5 は A4 プラス A3 に等しくなくてはならないという等式が導かれました。いいですか？で、先ほどですね、のちょっと手でやったところ、ちょっと戻って見てみると、これですね。確かに、これ見てみると、A5 って8は A4 である5と A3 である3を足したもの。ですね。だから、8イコール5プラス3っていうのはちゃんと成り立っているというわけです。いいですか？で、これは、N が何であっても同じことできるわけです。なんか、今は、ここ、英語の話を、英語の話してたんだけども、これ別に英語じゃなくてもいいんですね。英語じゃなくてもよくって、進みすぎて、英語じゃなくても、AN、N が3以上だったら、これ同じことできるわけです。何かというと、この左上の頂点を見て、そこのに対して青い辺として、その完全マッチングの辺として、この縦の辺を使うのか、横の辺を使うのかで場合分けをすると。で、縦の辺を使う場合は、残りの部分は、列の数が1個減ってますから、その時の残りの部分は A の N-1 になります。ですか？で、横の辺を使う場合、この辺を使う場合は、先ほどと同じように、下の頂点については、この下の横の辺を使う必要がありますから、この部分を考えると、2列少なくなったものなので、A の L-2 が残るという形になるわけです。つまり、式としては、スモール AN は AN-1 プラス AN-2 に等しいということがわかるということになるわけです。で、これで全化式が導かれたということになります。これは、二つ小さくしているので、N が3以上のところじゃないとできません。はい、ということは、A1 と A2 っていうのは、あらかじめ自分で計算しておく必要があるんだけども、それを計算したので、それを並べて書いておくとこうなりますと。全化式としては、AN は N が1の時には1、2の時には2、3以上の時は先ほど言った式ですと。
ということになります。で、まあ、これができれば皆さんなら、まあ、プログラムが書きますよね。この AN という数を計算するプログラムを書ける。やりましたね。だから、この場合、この2段の講習の場合は、この解きたかった問題が、まあ、解くことができたということになるわけです。そのプログラムを使って解くことができたということになります。で、まあ、プログラムを実際書いて、まあ、計算してみるとこんな感じになると。まあ、今、N が30の場合までしか書いてませんけども、これもどんどん計算できます。かなり高速に計算ができます。高速に計算するようにプログラムを書けば高速に計算できます。でですね、まあ、実際ですね、こう解くのは次回って言ってますけど、解くってどういうことかっていうと、いわゆるこの数列 AN の一般項というのを求めようと思います。まあ、一般項というのは何かというと、その、まあ、なんだろうな、N を与えたら AN というのを、パッとですね、分からせてくれるような、まあ、AN の公式ですね。そういうものを導こうと思います。これは次回になります。はい。で、今はですね、2段の講師の話をしたんですけども、ですね、また同じようなことを、じゃあ3段の場合もやってみましょうということになります。で、3段の場合は、今度ちょっとそのグラフの名前を large BN と書くことにしましょうと。で、同じように、グラフ BN における完全マッチング総数を、これが今度はスモール BN と書くことにします。あ、ちなみにですね、このようなグラフを、そのさっき言ったような、ラージ AN とか、ラージ BN と書くことは、一般的ではなくて、この授業で、というか、まあ、今回ですね、今回の授業で、便宜的にこのような名前をつけているというだけだと思ってください。はい。それでですね、注意がありまして、N が奇数の場合は、この BN という完全マッチの総数は、ゼロになります。先ほどというか、初めの方で言ったように、頂点数が奇数の場合には、完全マッチングに持たないわけです、グラフは。で、例えば B1 というのを見ると、これ頂点数3なので、このグラフには完全マッチング存在しません。ということで、まあ、同じようにこれ B3、これ頂点数9なので、完全マッチング存在しない。ということですね。なんか N が奇数だったら、これ BN0 になります。だから、まあ、気分としては、この B2 とか B4 とか B6 の完全マッチングの総数は何ですかってことを知りたいということになります。で、まあ、実際手でやってみると、B2、これ3ですね。で、B4、ここに書いてこれは11でしょうという感じでこれ計算してますね。でこれもですね、まあ、例えばこれ11個ちゃんと見つけるためには、まあ皆さんそのまあ系統だってやらないといけないことになるわけですね。で、まあ系統だっててやるんですけども、じゃあ先ほどと同じようにですね、その2段の時と同じようにやってみましょうということになります。で、これ BN ですね。これも今、このもうすでに、N 個列があると思ってください。で、そうすると、まあ先ほどと同じように、この左上の頂点に着目して、その頂点に接続する辺の中で、この縦の辺を使うのか、横の辺を使うのかってことで、倍分けしましょうと。それまた AB で書いてます。じゃ縦の辺じゃ使うとしましょう。縦の辺使うとします。ですね。そうすると、この、左下の、頂点は、この縦の辺か横の辺を青くできる、したいんですけども、この縦はできないと。なぜかというと、この真ん中の頂点に青い辺が2つ接続することになるからです。だから、この右の辺しか使えなくなります。これはわかります。で、そうすると、まあ、残っている部分があるんですけども、もう残っている部分がどのようになるのかってことは、今のところもう何も情報がないわけです。で、じゃあ、だから残りの部分これになります。そうすると何が問題かというとですね、何が問題かというと、このグラフは先ほど書いていた BN というグラフの形を、BN というグラフの形をしていないわけです。形してなくて、なんかその角が欠けてるような形になってるわけですね。この角が欠けてるような形のグラフの完全マッチングの数がわかんないと、元々のこの角が欠ける前のグラフの完全マッチングの数がわからないという形になっているわけです。なので、まあ、この角が欠けた形のグラフにも名前をつけて、これの完全マッチングの総数も一緒に数えなくてはいけないということになります。ですね。で、じゃあそれをですね、CN ということにしましょう。今、その BN の角が一つ欠けているようなグラフのことを、C1 から C5、まあ、全部、一般化していくと CN。というものになるとですね。この段の数じゃなくて、列の数がこの N ですね。に対応すると。で、その中で一つ欠けているというのが CN です。で、この CN の完全マッチングの総数をスモール CN とすることにしましょう。ということにします。
で、そうするとですね、これは、先ほどの BN に比べて、あれですね、焦点が1個減ってますから、N が偶数の時には、この CN の頂点数が奇数になります。で、そのため、スモール CN は N が偶数の場合には0になるということになります。で、これもですね、じゃあ、N が奇数の時に完全マッチングの総数ちょっとでやってみるのは やってませんね。やってません。で、それを使うと、先ほどの BN の完全マッチングの総数で、はじめの、左上の頂点に接続する辺として、縦のものを選んだ場合が、計算できるようになります。なんでかっていうと、これは他の部分、これは、一つ列が減ってますから、CN-1 の完全マッチの総数に等しくなるということになるわけです。この A の場合です。じゃあ B の場合どうかというと、B は何かというと、この横の横を使った場合ですね。で、横を使うとですね、どうなるのかというと、まあ、この二つの頂点はもう、この、考えなくていいです。が残るんですけども、これはまたですね、BL の形も CL の形もしていないんですね。で、またこれは困っちゃうわけです。これ困っちゃいますね。で、そうすると、じゃあこれ、じゃあ新しく、じゃあこれ DL とかって書くのかと言われますけども、ちょっとそこまでやると大変なので、ちょっとここはもう少しここで工夫をしようと思います。で、ここ何を工夫するかっていうと、じゃあこの中で、この左側の部分ちょっと着目しましょう。で、そうすると、まあ、この部分も縦を使うか、この左上の頂点に対して縦を使うか、横を使うかですね。そのまあ2パターンがあるわけです。で、縦を使うとすると、残りの部分は CN-1 になります。この1列が除かれていて、角が欠けているからですね。で、そうじゃなくって、横を使ったらどうなるかっていうと、そうすると、この下の部分もこの横を使わざるを得ないということがわかります。で、この部分取り除くと、これは2列取り除いて、角が欠けていないグラフになりますから、これは BN-2 になるわけです。つまり、この左上のところで、縦じゃなくて横を使うことにしたら、この CN-1 の完全マッチングと、この BN-2 の完全マッチングの数の和が、この B の場合の完全マッチングの総数になるというわけです。でそうすると、これ全部場合分けしてますから、もともと数えたかった BN というのは、ここの1回でできている BN-2 と CN-1 は2回でできますから、2倍の CN-1 になります。いいですか？で、これが、N が4乗の偶数の時に成り立つということになります。はい。よろしいでしょうか。という形で、この BN の全化式書けるようになります。よろしいでしょうか。で、もう一度言っとくと、N が奇数の場合には0です。もう分かってる、初めから。で、N が2の時は、まあ、頑張って手で計算すると3だと分かると。で、4以上の偶数の時には、先ほど言ったような、理由で、この全化式が得られます。で、同じようにですね、この CL の方の全化式も書けます。で、これも、B を使って書くことになります。けども、書けます。で、これを導く、下の方を導くのはこれ演習問題にしてますので取り組んでください。で、こうすると、やっぱりプログラムが書けるわけです。書けるので、プログラムを使って、この BN や CN を計算することは皆さんもできると思います。で、一方ですね、その一般項ですね。一般項を導くのは次回の話になります。はい。じゃあ、計算したらいいかちょっと見てみると、まあ、こんな感じになるということですね。まあ、すごく急激に増えている感じはしますね。そうですね。ちゃんと、ゼロのところも分かっているということですね。まあ、こんな感じになるということになります。はい。よろしいでしょうか。はい。それでは、次はアルゴリズムの計算量の話をしていこうと思います。ですね。まあ、簡単な再帰アルゴリズム、ここに書いてみました。どんな感じかっていうと、これはですね、ちょっと Ruby 風に書いてますけども、まあ、Ruby 風というか、これ多分 Ruby でそのまま動くんですけども、どんな感じかというと、まあ、まあ、こういう関数があって、はじめにですね、A という文字を、印字します。画面に書きます。で、N が2よりも大きかったら、引数を N-1 にして再帰呼び出しして、その後に引数を N-2 として再帰呼び出しすると。
というだけですね。はい。だから、N が、2以下だったらどうなるかっていうと、この部分行わないので、そのまんまエンドします。終わります。はい。だから、N が、2、だから、N は、この最強ですの中でどんどんこの引数、小さくなっていくんですけども、それが2以下になったら、まあ、停止するという感じのアルゴリズムですね。はい。で、質問とありますね。このアルゴリズムを実行したら、この A という印字されるこの文字は何個出力されますかと。何個印字されますか。印字ってちょっと今、口で言っていただければ通じないかもしれないので、印字されますかっていうことを、聞きたいと思います。だからこれはですね、何かっていうと、まあ、このアルゴリズムの計算量を聞いているようなものなんだけども、計算量って言葉はですね、非常に曖昧なんですね。何を聞いているかわかんないので、ここでは、この関数の呼び出しは何回ありましたかってことを聞いているのと同じ数値である、この、印字した A の数を答える、考えるという形にしています。ちょっと注意をするとですね、皆さんは本当に注意してほしいと思うんですけども、計算量って言葉はですね、非常に曖昧な言い方です。で、何を数えているのかってことを明確にしない限り、計算量という言葉の意味は、すごく曖昧になります。で、ここでは、そういう曖昧さを省きたいので、この A を何個出してますかっていう形で計算量を、考えるという形で言い換えてます。で、言い換えることによって、この計算量っていう言葉の意味を明確にしているというふうに思ってください。で、これはですね、実際に、まあ、プログラム走らせられるので、やってみるとこんな感じになるということですね。で、実際にやると、まあ、こんな感じで、まあ、さっき言ったみたいに N が2以下の場合は、1回 A を、書いてすぐに止まるんですけども、そうじゃない場合はこんな感じになっていって、まあ、N が40だと、もう読めませんね。どんなもんでしょう、ね、ちょっとコンマつけないと読めないです。コンマつけても読めないかな。これ2億とかですね。2億ぐらいになるというわけですね。はい。で、まあ、それを実際に、算定するにはどうすればいいかっていうと、まあ、これ全化式を作ろうかなとまた思うわけですね。これはその再起呼び出しをしているので、この全化式を作るっていう形の考え方と非常に相性がいいわけです。で、fn と書いたら、この、関数実行したときに、その引数を n としたときに、出力される、印字される a の数のことを表すとしましょうと。で、そうすると、で、どういう全化式が作られるのかというと、まずですね、N が何であっても、必ず一つは A を出力します。これ2行目ですね。で、4行目と5行目で再起呼び出しを行うわけです。で、そうすると何が起こるかっていうと、これ4行目では、FN-1、5、A が出力されると。その再起ですからね。再起ですし、それが FN という、この、数列の定義なわけですね。で、下の方は同じように fn-2 個 a が出力されるということになります。で、上は1個ですね。ここは1個。必ず出力されます。ってことは何か言えるかというと、こうなると。n が2以下の時には1個で終わるんだけど、そうじゃなかったら、初めの1個は必ず出力されて、その後で4行目と5行目の再起呼び出しのところで出力されるものが足されると。いう形で全化式が得られますということになります。で、まあ、これ解いてあげると、この FN が何のかということが実際にわかります。実際にわかります。で、それはですね、先ほどのお見せした、これですね、これとまあ一致するはずです。皆さん、実際やってみると、一致すると思います。ぜひ、プログラム書いてみてください。はい。という形になります。でですね、今の、再起プログラムというか再起アルゴリズムっていうのは割と簡単なものだったんですけども、ちょっとここで、ややこしいものをやっていきましょうとなりますね。それはですね、皆さんもご存知だと思うんですけども、このユークリッドのアルゴリズムと呼ばれるものです。で、まあ、ご存知なかったらここで、まずか、お見せしますので、それで、まず説明します。で、何をするものかっていうと、これは、A と B という正の整数が与えられたら、その最大公約数を求めるという、アルゴリズムです。で、これはどんな場合でも正しく最大公約数を計算してくれます。素晴らしいアルゴリズムです。で、どういうものなのかっていうと、それここに書いてありますね。で、一応ですね、この2つの、引数を取るわけですね。A と B。で、やりたいことは A と B の最大公約数を求めるということになります。で、それをですね、再帰的に行うわけです。で、どのように行うのかというと、ここに書いてありまして、まずですね、A は B 以上であるということは、ちょっと仮定させてください。仮定します。仮定しますね。で、
この2行目でそのプリントしているのは、これ先ほどと同じようにその計算量を算定するためだけに行っているので、本質的ではありません。で、本質は下から始まります。で、まずですね、B が0だったら、A をそのまま、返します。正の整数を入力すると言っていたのに、B が0とは何事だっていうふうに思われるかもしれませんけども、この再帰呼び出しを行う中で、B が0になることがちょっとあるので、で、それの時には停止するというふうにまあしているという感じです。で、その時には A を返します。はい。A を返します。はい。で、そうじゃなかったら、B が0じゃなかったら、B が0じゃなかったらどうするかっていうと、この、再帰呼び出しをするんですけども、前の方を B にして、後ろの方を A モッド B にします。これ A モッド B ですね。下にも書いてますけどね。ここですね。A を B で割った余りです。いいですか？で、先呼び出しをするということになるわけです。ちょっと、じゃ知らない人のためにちょっとやってみると、例えばですね、やってみると間違いな気がするんだけども、ちょっとやってみますね。何がいいかな ?18、12。大丈夫かな？なんか不安になってきたんですけど、またこれでやってみますね。そうすると、まず、この B の方はこれ0じゃないので、この、こっちの、再帰呼び出しをする方になります。再帰呼び出しをすると、何になるかっていうと、B がここに来て12ですね。で、18を12で割った余りっていうのは何なのかっていうと、これは6ですか？多分6です。多分6です。はい。で、先呼び出しをします。先呼び出しをすると、ここの今のこの B6 は、B は6なんですけども、これ0じゃないので、こっちの else の方に行きます。で、else の方に行くと、どうなるかっていうと、6が、こっち来て、6が上、もともとの B だったから A の方に来まして、で後ろは12を6で割った余りなので、これは0になります。と思いますね。そうすると、どうなるかっていうと、先呼び出しをしたら、B が0なので、リターン A になると。だからこれ A が実際帰ってきて、最終的にこれ6が帰ってくると。で、皆さんがわかるように、18と12の最大公約数6なので、これ正しいと。この場合ですね。となります。いいですか。で、まあ一応ですね、これは正しい。このアルゴリズムが正しいってことは演習問題に、まあ、してますけども、まあこれはですね、このアルゴリズムを見たことがないっていう人向けの、まあ、演習問題なので、まあ皆さん、もしこれご存知だという場合は別にこの演習問題やる必要はないかなと思います。はい。一応演習問題にしてます。で、気にしてるのは何かっていうと、このアルゴリズムの計算量です。で、これ再帰アルゴリズムなので、先ほどと同じように、この関数自体を何回呼び出したのかってことを考えるということをしたいと思います。つまりですね、この2行目で印字している、出力している G の個数が何個なのかっていうことを数えたいということを今からやっていきます。でですね、これはですね、なかなか難しいんですね。なかなか難しいというのは、その厳密に求めるのは難しいです。これはですね、いろんなそのアルゴリズムの計算量解析においてもよくあることなんですけども、2つ引数があったり、その引数と一斉取るものがですね、複雑な場合です。例えばなんかその文字列とかですね、グラフとかですね、いろんな場合があるんですけども、そういう時には、そのグラフの形とかですね、その文字列のその特性とかによって、アルゴリズムの計算量が変わってくることがあるんですよ。で、まあ、この場合もそうなんですね。なんか二つあったりするんです。これややこしくって、そういうことがあるので、上階を求めたいってことをします。で、これは何を言ってるかっていうと、上階っていうのは前回出てると思いますけども、この、G の個数を上から抑えるような不等式を作りたいということになります。はい。これは、まあ、最悪の場合における保証を考えるということになっていて、皆さんがよくアルゴリズムの計算量解析で使うようなオーダー記法で O 記法っていうのが、あると思うんですけども、これはまさにこの上階を表現するため、上階をですね、荒く表現するための方法であって、まあ、それに近いことを今から行っていくということになります。はい。じゃあですね、実際にちょっといろんな A と B で、この何個 G が出力されるのかってことをちょっとやってみたので、それも見てみますね。ちょっと観察。B は変えずに A を、たくさん変えて、たくさん変えというか、だんだん大きくしていって、この出力される G の数を見ていったんですけども、これが見るとですね、これすごくって、A をですね、どんなに大きくしていっても、B が変わらないとですね、出力される G の数っていうのはほぼ変わらないんですね。まあ、多くても5。今のところ、まあ、ここまでだったら、多くても5って感じで。だから、まあ、これ見ると、A の値には、あんまり、この
出力される G の数っていうのは、寄らないんじゃないか、依存しないんじゃないかなっていうふうな、まあ、予想が立てられますね。まあ、実際そうかどうかわかんないですけども、そういう予想が立てられます。じゃあ B からどうかっていうと、ちょっと増やしましたけども、まあ、これでも、あんまり変わらないけども、まあ、先ほどはまあ5までかなと思っていたのが、まあ、7とか出てきたりするんで、まあ、B の値には依存するかもしれない。っていう感じが、ま、してきますね。だから、そういう意味で、その B の値に着目した、その計算量解析というか、この出力される G の数の解析っていうのをやっていこうかなっていうふうに今は思っています。で、それをやっていきます。で、そのためにですね、このような量を考えますと。ですね。で、これが、ちょっと、と理解しにくいので、まずこれを説明するんですけども、まずこの定義を読みますね。これは何かというと、A と B を入力したときのこの関数 GCD の中で実行、その実行の中で出力される G の数を書いていくんだけども、その中の MAX、最大値を取ろうとしています。で、何に関する最大値かっていうと、A は1以上のどの値を取ってもいいです。ですね。でも B は N 以下。なんか N っていうのが一つ決まった整数があって、それ以下じゃないといけないっていう形にしてます。で、その中の最大値を取ってきて、それを GN としましょうと。ですか、ね、N っていうのは、ここに出てきてるんですね。だから N を大きくすれば、取れる B の範囲が大きくなってきます。大きくなってきます。いいですか。で、直感下に書いてあって、何かというと、B を N 以下に限った場合の最悪値計算量だと思ってください。A は何でもいいです。A は何でもいいね。先ほど言ったとおりで、A には計算量、A が何であっても計算量あんま変わんないっていう立場なので、だけど B は N 以下にしますよと。で、その場合の最悪値計算量を考えましょうと。ちょっと、じゃあイメージをもう少し、湧き立たせるために図を見てみます。これ何かというとですね、今言った量をちょっと計算してみた、例です。実際に計算しました。アルゴリズムを、プログラムを動かして。で、何かというと、これ横軸が N です。で、この緑色の線と赤い線、ちょっと区別つかないかもしれませんけども、この下の方の細い線が緑色ですね。で、上の方の赤い線が、この階段になっているのが赤い線です。で、何を書いてるかっていうと、この緑色の線は、これですね。GCDAN。だから、この B の方を N に固定してます。N に固定して A の方を、どこまでも大きくしていいよと。というふうにしたときの、何でしたっけ。この出力される G の数を、それぞれの N に対して書いてます。だから例えばこの6000だったら、その N の値は、ちょっとわかんないけども、この6か、なんだろうな、16とか17とか、そこら辺ですよとかって感じに書いてるとですね。いいですか？だからこれ B 固定してます。けども A は動かしてます。A は動かして、A を動かして一番大きいところを取ってると。まあ、そんなことをプログラムでできるのかっていうふうに思われるかもしれませんけども、まあ、これはですね、実はまあ A の範囲もある程度制限して構わないってことがわかるので、これで、プログラムできます。はい。で、一方で、この赤いのは何かっていうと、これですね。この B の方を B として、それは N 以下のどこでもいいですよっていうふうにしてるという形で書いたものです。で、気分としては何を言ってるのかっていうと、例えばですね、さっきのようなこの6000っていうところ、ちょっと色が変な。6000のところで、見てみると何を言ってるかっていうと、この6000以下のところで、今この、じゃあ N を6000としたところ。N を6000としたら何をするかっていうと、この左側、まあ、6000も含めて見て、この緑の、この緑の線が一番高いところの値を取ってきます。でそれもここなんですね。この値、まあ、この値も同じですけど、を取ってくると、それが多分、これ19かな ?19 とかになっていて、そうするとこの G6000 は19になると。いうことです。よろしいですか？ちょっと分かりにくいですかね。いいですか？いいですか？いいですかね。なんか不安になってきましたけども、分かんなかったら質問を後でくださいということになります。はい。で、欲しいのは、やりたいのは、この赤い線ですね。この赤い曲線。これがどういうスピードで増えているのかってことを知りたい。なんかオーダーを知りたいというかですね。
それを知りたいということが目標です。最終的な目標です。はい。で、それが、目の前のページのこれですね。欲しいもの、この事業の紹介。まあ、マリアだ。まあ、これ、まあ、オーダーと言い換えてもいいかもしれませんけども、ちょっとあんまりオーダーって言葉使いたくないので、まあ、一応か、格好書きで書いておきます。はい。で、それ、もう一度これ定義ですね。定義。で、その紹介を、算定するために、まあ、ある種の、あれですね。全化式のようなものを導くんですけども、そのために古代がいくつかあります。古代っていうのは、定義を導くために使われる、書いとこうかな。重要だから。古代っていうのは、定理を導くために用いられる、補助定理のことです。補助定理のことです。補助定理のことで、まあ、そのような補題を今から、まあ、二つぐらい用意します。で、一つ目。この GN っていう数列は単調増加です。公理単調増加。ああ、公理単調増加。あ、イコールは含んでもいいですけど、単調増加です。これ先ほどの、まあ、図もそんな感じですね。この赤い線ですね。この赤い線が単調増加になっているということです。で、これは、まあ、この説明、この青い文字の説明を思い浮かべてもらえば分かって、なんでかっていうと、この赤い点っていうのは、そこまでのこの緑の最大値を取っていると。言ってるわけですね。だから、例えば、M を大きくして、N を8000ぐらいに取ったら、N を8000ぐらいに取ったら、その、値をですね、見る、値を見る範囲が、値を見る範囲が増えるわけです。もともとの、この N が6000の場合よりも。増えるんだから、その中に、もともとのところ、6000のところの範囲で、探索していたよりも、大きな、値が見つかる可能性があります。もし、この間の値がですね、緑の値が全部その元々の値よりも小さかったとしても、それは、この元々の間のところで、その最大値が達成されているということになるので、この GN の値自体が N を大きくしたからと言って、小さくなることはないわけです。まあ、その直感を式に書いたのはここですね。何なのかというと、GN っていうのは、これですね。GN が、そうか、ちょっと今のとは違う説明しますけども、GN が GCDAE の実行列がされる G の数となるような A と B っていうのがあるので、それを考えると、その、A と B というのは必ず、この GN プラス1を定義する A と B の範囲に入ってますから、必ず不等式が得られますということになりますね。はい。まあ、それをちょっと式で書いたのが、長々と書いてしまったのはこれであるということですね。今口で言った説明で、直感はそうなんですけども、ここがちゃんと書いているということになります。はい。まあ、いずれにせよ、この、公理単調増加ですね。であるという性質があります。でこれは補題 A です。では次の。補題を見ると何かというと、A と B が1以上の自然数であって、A が B 以上の時には、A モッド B ですね。A を B で割った余りというのは必ず2分の A 以下になります。でですね、ここに書いてある、この、括弧ですね。これは、どういう意味かというと、これはですね、ちゃんと書いておくと、これはですね、これ2分の A の小数点以下切り捨てです。切り捨てです。でですね、だからその切り捨てっていうのが、この、この、括弧がですね、下で止まってるっていう形で、まあ、表されると思っていただきたいんですけども、まあ、似た記号に、この、上で、止める場合があって、これは、こっちはですね、切り上げを表します。切り上げを表します。でですね、ちょっとまあ言っときたいんですけども、まあ、こういうこと言うとまた怒られたりするかもしれませんけども、なんかこういう記号が、よくというか、たまに使われることがあるんですよね。なんかガウス記号とかって言ったりするようなんですけども、この記号をですね、私はその、論文とかで見たことがですね、ないんですね。
まあ、もしかしたらこの記号っていうのは日本でしか使われない記号なのかもしれません。まあ、日本でしか使われないのにガウスっていう名前がついてるっていうのはなんか変な気もするので、もしかしたら他の国でも使われるのかもしれませんけども、まあ、いずれにせよ私はこの記号を論文で見たことはないです。ということは、皆さんはこの記号を使っていろんな数学的なコミュニケーションを取ろうとしたときに失敗する可能性があります。ので、この記号は、この記号とこのガウス記号ですね。これ使わない方がいいんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。これ個人的な感想です。で、多分私が、理解する限りでは、このガウス記号っていうものの意味はこの切り捨て、なので、まあ、この記号を、この切り捨て記号を使ってもらえばいいんじゃないかっていうふうに思います。ので、ぜひそうしてください。はい。まあ、ちなみに英語で言うと、この切り捨ての方はフロアって言って、切り上げの方はシーリングですね。フロアっていうのは床っていう意味で、シーリングっていうのは天井っていう意味なので、まあなんかその記号ともなんか対応してるかなって感じがしますし、なんか意味もですね、上げる下げるという感じの、イメージと、その部屋の上側にある天井と下側にある床っていうののなんかイメージと合うかなというふうに思います。はい。それは置いといて、何をもう一回言うかというと、これが何だってことですね。A を B で割った余りは2分の AA を小数点以下切り捨てにしたもの以下になりますってことですね。で、まあちょっと例がなかったからちょっと例書いておくと、例えばじゃあ A が19で B が、どうしましょうかね。3の時、A ボッド B は何かっていうと、サブログ18ですから、これ1ですね。で一方で、A を2で割ったものの、切り捨てはこれ9ですね。合ってるかな。なんか不安なんですけど、これ合ってまして。で、そうすると、もちろん1は9よりも小さいと。まあ、イコールになる場合はもうあるかもしれませんけども、まあ、こういう、この例では、今回のこと正しいということになりますね。で、この後、証明があるんですけども、証明の前に、イメージをですね、ちょっとお伝えすると、どんな感じかっていうと、イメージの図を書いておきたかったんだけど、書かなかったんですね。で、書かなかったので、ちょっとここに書くと、どういうことかっていうとですね、なんかその、A という幅の、なんかまあ、この帯があると思ってください。で、帯があると思います。で、B っていう、まあ、幅の帯もあって、じゃあ、その時に A モッド B っていうのは何なのかっていうと、この A の長さの帯から B の長さの帯をできる限り切り出したいと。ちょっと今長さが怪しいんでちょっと書き直しますね。すいません。B という帯の長さ、B という長さの帯をできるだけ切り出したい。こんな感じ。B、B、B と。で、もう切り出せなくなった時の余りの長さが A モッド B なんですね。A モッド B。A モッド B ですね。で、そうすると、まあ、気分としては何なのかっていうと、A は B、A、B 以下ですから、必ず1回は切り出せるわけです。1回はね。で、一回切り出せたときに、もう、それ以上切り出せなくなったら、どういうことになってるかっていうと、A の半分の長さよりも B の方が大きいわけです。一回で切り出しが終わったらですね。そうすると、この部分が A モッド B になるわけですね。ってことは、一回で切り出し終わってるわけですから、その余りの部分は B に満たなくって、余りの部分 B に満たなくて、それは、一箇所は切り出せなかったことから、二分の A 未満になっているということがわかります。はい。で、何回も切り出せていたら、それは、まあ、なんか機能法みたいな感じなんですけども、その時にもやっぱり、残っている部分は二分の A よりも小さい、あるいはまあ、等しいということになるということになります。はい。で、今、まあ、この、イメージは、なんか B とか A っていうのがなんかなんだろうな。実数であるようなイメージでやってるので、今からちゃんとそれは整数なんだよってことを使って証明をしていきたいと思います。だから今のここの話はイメージです。はい。イメージ終わりで、じゃあ、実際に証明していきましょうと。で、やること。何かというと、今、A モッド B と書いてるので、実際に A を B で割った
余りを考えてみます。そう、つまりその A イコール BQ プラス R と書いて、なんか先ほどのイメージ、先ほどのイメージで言うと A があって、なんか B があってで、B を何回も切り出すんだけども、この切り出した回数っていうのが、これが Q ですね。そうすると余りの部分があって、で、余りの部分を今 R としますと。いうのがこの式。これちょっと今 A が A に見えないんで、ちょっと A 書き直しますね。これ A ですね。はい。で、そのように書き表せます。で、この時の R っていうのはもう切り出せないので、R の大きさは B 未満になっているということになります。で、この R が、で、A を B で割った余りなわけです。A mod B は R になっているということになります。で、この R が小さい、2分の A 以下になるということを証明していくということになります。まずですね、さっき言った通り、A は B 以上ですから、必ず1回は切り出せているわけです。だから Q は1以上です。で、今、倍分けがあって何かっていうと、B が2分の A 以下のときですね。だから、先ほどの言い方で言うと、まあ、2回以上実際切り出せる場合ですね。には、この上の式から R は B 未満であって、今の仮定から B は2分の A 以下なので、R も2分の A 未満になるということがすぐにわかります。ですか。そうじゃない場合、B が2分の A よりも大きい場合は、実際にどうなるかというと、R はこの式でしたね。で、定義されてますから、R は A-BQ になります。ですね。で、Q は1以上なので、この Q を1に置き換えたら、ここが大きくなります。ですか。Q1 以上ですから、Q が2だったら、ここ 2B なんだけども、それを B に変えたら、引く量が減ってるので、大きくなるということですね。で、今、B は 2A よりも大きいと言ってますから、A-2A でここ置き換えると、不等号を得られます。で、実際ここで、この、A-2A っていうのがあるんですけども、これはですね、演習問題があるんですけども、先ほど言っていた、その、天井ですね。天井で置き換えられます。天井で置き換えられます。いいですか。イコールで置き換えられます。これ、演習問題にしてます。もしこれご存知なかったら、ちょっと取り組んでみてください。まだそんな本質的な演習問題ではありませんけども、取り組んでみてください。もし知らなかったら、取り組んでください。で、そうすると、R は2分の A の、小数点以下切り上げ未満と言ってますから、切り下げ以下になります。切り捨て以下になります。ですね。ですから、これ、まあ、整数であると、ちょっと使ってるかな、使ってないかなっていう感じですね。まあ、いずれにせよ、これ正しいということになって、証明が終わります。よろしいでしょうか。はい。で、今ですね、2つの答えを用意したので、これを使って、先ほどの GN の上階というのを求めていきましょうということをやります。もう一度、これ、アルゴリズムを書きました。ですね。で、やりたいのは GN という、もので GM の定義何だったかと、もう一回書いてみると、GN っていうのは、マックス、A は1以上で、B は N 以下。で、GCD、AB の実行で出力される G の数ですね。で、この最大値はどこかで達成されるわけなので、この、その達成する A と B を考えましょう。いいですか。A と B といったら、この GM を達成するような A と B だと思ってください。ですか。で、そうすると、まあ、こういうふうな、だから GM っていうのは GCDAB の実行で取得される G の数になります。ですね。で、実際に先ほどのアルゴリズムを見てみると、B が0じゃない場合にしますけど、B が0じゃない場合には、最強微出しをするわけです。で、最強微出しでは、戻る。最強微出しでは、すみません。なんか最強微出しをするので、全体では1個 G を出力してから、引数を B と A mod B に変えて実行が行われるということになりますから、ここですね。1プラス GCDBA mod B の実行で出力される G の数というのが次元になります。ですね。で、ここで倍分けがあります。もし A mod B がこの時点で0だったら、もうここで、この最強微出しを実行して、アルゴリズム停止します。ので、その時には、ここの部分の、値は1になります。ので、1たす1で全体として GN は2になります。ですね。で、そうじゃない場合、A mod B が0じゃない場合は、
AMB が0じゃない場合は、ちょっとややこしくて、もう一回ちょっと再起を考えるという必要がありまして、それを見ていきます。今、この部分を見ているんですけども、A モード B は0じゃないので、もう一回再起呼び出しが行われるわけです。そして、そうするとこうなりますね。前の部分の B だった、この後ろの引数が前に来て、前の部分の引数、モッド後ろの部分の引数というのが後ろの引数になる。という形で再起呼び出しが行われて、1が2になります。これもう一回再起呼び出しをしたわけですね。そうすると、この一番初めのところから比べて、この部分どうなったかっていうと、A が A モッド B に変わってるんです。A が A モッド B に変わってるんですね。で、ここで先ほどの、補題 B が使えます。補題 B は何だったかっていうと、補題 B はもともと何だったかっていうと、A モッド B が2分の A の小数点以下切り捨て以下だというのが、もともとの補題 B だったんですけども、この、A の部分を B に変えると、この右辺の分子が B になるわけですね。いいですか？ってことなので、ここの、まずこの後ろ側ですね。後ろ側、この B モッド、A モッド B は、大きくても2分の B です。大きくても2分の B なので、何が言えるかっていうと、今この GCDA プライム B プライムっていうふうに書いてますけども、この B プライムが2分の B 以下のところでの最大値を考えると、この範囲に、この A モッド B、すいませんね。A モッド B は1以上であって、B モッド A モッド B は2分の B の小数点以下切り捨て以下なので、この最大値を考えているこの A プライムと B プライムの範囲の中に、この A モッド B と B モッド A モッド B は入っているわけです。もうちょっと書くと、A モッド B は1以上だし、B モッド A モッド B は2分の B の小数点以下切り捨て以下なわけですね。だから、この、もう一度言うと、この最大値を取ろうとしている、この時に動かしている A プライム、B プライムの範囲の中に、この上の2つの、この引数の値が入っているわけです。だから、この最大値と比べれば、上の値っていうのは以下になっていると。いうことがわかります。いいですか？最大値ですからね。最大値ですから。で、この一番最後に入ったものは、これは、GN の定義を見ると、これは2分の、あ、2分のじゃなくて、G の引数というか、添え字のところが2分の B のものになります。ですね。こうなるわけです。で、もともと B は N 以下だったので、補題 A の公理単調増加性から、これは2プラス2分の N、あ、G の2分の N 以下になると。いることが分かります。ここで今補題 A を使っていると。補題 A と B が N 以下ですね。ということで、全化式のようなものが得られました。何かというと、今、どちらの場合でも今、場合1と場合2で分けてたんだけども、どちらの場合でも、この GN が2プラス G2 分の N の小数点以下切り捨て以下であるということが言えましたですね。で、まあこれが言えるのは、N が、0じゃない場合。だから N が1以上の時にはこれが言えると。で、まあ N が0の場合は GN は1になります。という形で、全化式のようなものができます。ようなものって何でかっていうと、ここが不等式だからです。だから、これを、なんか厳密に解くとか、そういうような概念はないわけです。ないわけです。だから、ここからできるのも、何ができるかっていうと、GN が何か以上ですって、こういう式を導くことしかできません。で、それを今後どういうふうにやっていくのかってことは、次回の、授業の話になって、そうですね。で、これがこれですね。この、不等式っていうので与えるってことは、つまりこれは GL の上階がここから得られるということになって、まあこれがやりたかったことなので、これで目標は達成されるということになります。で、それを次回やっていこうと思います。はい。で、
ちょっとそのアルゴリズムの計算量解析とこの再帰について一つ未解決問題があるので、それをちょっと紹介しておきます。次のアルゴリズムを考えると書いてありますけども、これ何なのかというと、何なのかというと、これは N っていう、まあ、これは正の整数を入れるんですけども、正の整数を入れて、でこれ何するかっていうと、まあ、2行目のこのプリントというのはちょっと無視してください。で、これ再帰呼び出しをします。で、何するかっていうと、ここですね、3行目。N を2で割ったら0であるとき、つまりこれ N が偶数量ですね。N が偶数であるときには、N を2で割って再帰呼び出しをします。で、そうじゃなかったら、ってことはこれは N が奇数ですね。N が奇数だったらどうするかっていうと、N を3倍してプラス1にしたもの。N を3倍してプラス1にしたものを引数として再帰呼び出しをします。そうするとですね、これは、再帰呼び出しにおける引数が単調減少していくっていう性質がないので、このアルゴリズムはこれ停止しません。停止しません。はい。停止しないって言っていいのかな。停止しないと思うんですけども、停止しません。いいですね。停止しません。はい。で、停止しないんですけども、何が、未解決、あるいは予想とされているのかっていうと、人気の N に対して、このアルゴリズムというか、このプログラムは、この2行目において N 自身を出力しているんですけども、いつか必ず1を出力するというふうに、予想されています。で、これ未解決ですね。これは長らく未解決で、まあ、いろんなところでですね、もうこのような予想を解くための数学的な手法を我々はまだ持ち合わせていないとかですね、いろんなこと言われてるんですけども、一応ですね、N が2の68乗ぐらいの時までは正しいということが分かってます。が、まあ、一般の N というか、人間の N に対してこれが正しいかどうかということはまだ分かってないです。まあ、こういうものがあります。で、まあ、これはすごく有名な予想でコラッツ予想と呼ばれてます。ので、まあ、一応、まあ、この話と関係がある話題なので紹介しました。はい。今日のまとめをします。今日はですね、全化式を立てるっていう話をしてきました。で、いろんなところで全化式を立てるってことは重要なことになりますので、まあ、今後も出てくるんですけども、で、今日は組み合わせ構造の数え上げっていう話と、アルゴリズム計算量の話をしました。で、今一度言うんですけども、アルゴリズムの計算量解析の基礎は数え上げです。だから、アルゴリズムの計算量をなんか算定しているっていう時には、皆さんは何かを数えてるんだっていう意識をちゃんと持つようにしてください。で、次回は今日立てたような全化式、あるいはその、全化式のような不等式を使って実際に一般項を求めたり、上階を求めるということをしていこうと思います。はい。それでは今日の講義はこれで終わりになります。ありがとうございました。